はい、どうも始まりました。第30回 SPC ガーです。うんうん。はい。ところで、何が始まってるんですか？いやいや、今、ラジオですよ、今からね。ラジオ、はいはいはい、前もう30回目ですよ。はいはいはい、うん、頑張っていきましょうよ。小座さんでやらせていただいて。うんうん。小座ね、小座ですから、びっくりしてます。いや、オキラジじゃないわ、小座さんですよ。パークアベニュー入り口にあります。うん。混乱してまして。いや、混乱で、ね、直していきましょう、どんどん。頑張っていきましょうか。はいはい、ね、頑張っていきましょうよ、はい。1時間番組ですのでね、僕たち。うん。何頑張るの？ラジオ！お前冒頭文か健忘症かラジオですよ、前やってるでしょ、毎週日曜日。あ、うん、なんすか、夏休みの友頑張るんじゃないですか。夏休みの友、夏休み、俺小学生じゃないんだからさ。あ、ラジオですね。いや、僕、はい、目の前にいる友達大事にしてくれ、今はお願いします。夏休みなくて、うん、はい、じゃあ僕たちですね、はいはい、ラップグループ SPC なんですけど。そうそう、ラップグループ SPC と言います。はい、なのでですね、やっぱこの番組ですよ。はいはい。ラップグループがやるんですよ。ラップグループ。なので、うん、まず笑いあり。笑い取っていきたい。涙あり。ね、そういった涙も流してほしい。はい、驚きあり。ね、サプライズも欲しい。はい、そして。そして。あとは、なんもないですかね。いや、せめて音楽要素入れてくれよ。トーン記号。いやいや、トーン記号、記号だけ言われてもね。じゃ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 ーん。いや、ベートーベンの運命かい。なんでそんなふざけないでよ、ちばい。じゃあもう何も、じゃあ何すればいいんですか？いやいや、ラップグループだしさ。だ、もう、うん、ラップなんて、僕たちもリズミカルでクリティカルでバイブスを熱くさせるラップしかできないんですよ。いや、それできたら十分だわ。それしかできない人間です。いや、それだけ十分なんです。じゃあやってもらってもいいですか？あ、でもやるって言ってもね。いや、僕はボイスパーカッションやります。できるの？できます。あ、じゃあ伊勢さん。はい。ビートちょうだい。あったかい、あれ、声出せ、声出せ。出てたでしょ。いや、全然聞こえないから。あ、聞こえなかった。小さすぎて、何言ってか、なんて言ったの、ちなみに小さい声で。第30回 SPC が はい、改めまして、こんばんは。はい、よろしくお願いします。SPC が、ね、8時からやっております。おふざけの時間が ね、終わりました。で、この番組はですね、はい、SPC、ラップグループによる SPC で、はいはい。やってます番組なんですが、はいはい、本当にね、笑いあり、音楽ももちろんありで、まあ、音楽もありでね、やっていこうって番組なんですけど、うん、はい、今回のですね、メッセージテーマがですね、うん、はい、今年の汚れ、今年のうちにということで。ね、どっかの洗剤みたいなね、キャッチフレーズになってるけど。洗い流しましょうよ、ということで、うん、やっぱ1年。皆さんもいろいろあったと思うんですよ。で、ちょっとね、他の番組はやる前に先取りっていうことで、ね、そうそう、かぶらないように。12月始まった瞬間、うん、この感じのやつみたいな ね、 そうそうそうね。なので、うん、今日のメッセージテーマは、今年の汚れ、今年のうちにということでね。皆さんね、メッセージいっぱい送ってきてください。はいはい、まずメールアドレスの方から、伊勢さん、ご案内お願いします。761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp になります。はい、ツイッターもやっております。SPC_OKINAWA になります。なっておりますので、うん、ぜひぜひね、今年のもうメッセージに沿ったものでもいいし、ね、じゃなくてもいいので、ね、何でもいいですもん、送ってきてくださいということで、ね、うん、でもね、はい、あれなんだよ千葉よ、はいはい、あのね、うん、あの M1 グランプリをねテレビの方ではしているらしく。M1 今日マジで。おう、あ、ごめん、見てくるわ。いや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 、ラジオして、ラジオして。めっちゃ見たよ。本当だな。じゃあ行ってきていいよ。あ、ありがとう。ヘビ、ゴー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 、座っとけ。座っといてください、そこは。いや、今それで出ようとしてる。 ね、だから今日ね、聞いていただいてる方、僕の身内含めて5名ぐらいしかいないんじゃないかなと。身内は聞いてくれるんだ。思いますけどね。はい、じゃあそれでもね、頑張っていきましょうってね。ね、で、また金曜日にね、先週、今週金曜日に忘年会がありまして。ありましてね。FM コザの。うん、あの忘年会があって、僕たちね、はい、SPC、まあ、本当は5人なんですけど、うん、今回の2人で、2人でね、出させていただきました。させていただいたんですけど、伊勢さん、はいはい、一言で表すと、今回のライブ、今回のライブ、いや、まず140名いました。いた。で、すごい盛り上がってましたよね。すごい盛り上がってた、ね。で、僕たちは、どうもーって感じで出ましたよ。そうそうそう。結果、うん、大失敗でした。大失敗。僕たちね、僕たち史上一番のね、実力のなさを感じちゃったね。力不足としか言えないね。うん、
なんていうんですかね、この、まあ、前もって練習するわけですよ、このちょっと立ちで、普通、僕たちラップグループなんですけど、はいはい、あらかじめ喋ることとかも、ちょっとボケ、ツッコミ分けてやってるんですけど、やってるんですけどね、ちょっと外出て練習するぜって言って、お前、何々かよ、いや、いいっすね、ちょっとタイミングもうちょっと早くした方がいいんじゃないかなとか、ね、すごいね、後ろでセリフ読み合いしてたんですけどね、それがね、全部滑ったということで。やっぱりこういったのって TPO をね、わざわざ用意しなくても出た感じ、バンと喋った方が逆に伝わったのかなと。そういうのが大事かもしれない。思いました。なんか逆に滑稽に見えたよ、自分たちが。俺ピエロってなったわけ。そうそうそう。でね、その忘年会の方でいろんな方と、知り合いまして、お、今、まあ、どういった方々とちょっとお会いしたかって、まあ、順に追って話していくんですけど、うんうんうん、で、多分その中でね、お会いしました。ちょっと、リスナーさん。はい。まずですね。うん。ユーキーさんから来ています。はい、王二次会で君たちの右に座ってたラジオネームユーキーで覚えてるって。覚えております。もちろんですよ、ユーキーさん。ありがとうございますね。そしてまた聞いてきてくれるっていうのが。ね、これ、はい、忘年会出てよかったね。よかったね。うん。はい、で次に、アッキーさん。アッキーさんね、先週も送っていただきました。はい、まあ、冒頭文のオープニングで、うん、今日は真面目に。ね、で、ヨーヨーお二人さん、こんばんちはわ。はい。あ、忘年会お疲れ様でした。久しぶりに会えたねと。お疲れ様です。ね、僕的には初めましてだったんですけどね。覚えとけよ。いや、もう今日でね、はい、毎日が新鮮な出会いということで。毎日が新鮮。一日一日でね、全部始めて、50回目のファーストキスみたいな感じだね。サダム・アンドラ、なんだっけ、はい、そんな感じね。ね、あと、マイさん。はい。うん。これ多分、ヨギシコなんたらさんかと思うんですけども。We are Akitoni! って聞いてます。おい、うん。ね、一斉さん、Akitoniはと。うん、今、ちゃんとお呼びしましたんで。はい。で、こういうふうにね、忘年会出て、一人一人とね、繋がっていって、とても嬉しいですと。はい。あと、AKB ファンさんから、こんばんは、ということで。はいはい、うん、ね、あ、こんばんは。はい、お菓子もいただきました。ありがとうございます。先ほどありましたね。はい。控室の方に AKB ファンさんのお菓子が、うんうんうん、とても美味しかったです。はい。じゃあ一斉さん、うん、メッセージとかも読んでみたら？メッセージ、うん、メッセージ来ちゃってる。ちょっと待って、チェケラーしてみようね。来てないと思うでしょ。はい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 、来ていますね。はい、これはラジオネームは読まなくていいんすかね。ラジオネームないですね、千葉。じゃあ僕が読んでいいですか。うん、お願いします。はい、じゃあ1通目からなんとメッセージがもう来てますね。お、お願いします。はい、うん、先生、あのね、僕、うん、風呂場でシャワーを浴びるとおしっこしたくなるよ、うん、先生もおしっこしますか、匂いどうですか、僕はね迷わずおしっこするよ、ヨギシコジャパンでした。いや、ヨギシコジャパンさん何を伝えたかったんですかね。あの、僕たちまず先生ではないという、うん、であと先生に何聞いてんのっていう話なんですけど、でもヨギシコジャパンさん、ちょっと気をつけてほしいのが、はい、このシャワーを浴びてしょんべんしてしまうと、老後ボケた時に習慣でその水の音聞いただけで漏らすらしいんで要注意です。ちゃんとしたアドバイスだった。要注意ですヨギシコジャパンさん。その話用のやつあるんだね。ね、はい、ヨギシコジャパンさんね。伊勢さん、あと1通来てるんじゃないですか。あと1通来てますね。はい、これこそあれないですよね。ラジオネームないですよね、千葉さん。開いたらあるんですね。開いたありますか。はい、じゃあ千葉読んで。はい、お名前、どうですね。うん、ゆきさんからいただいております。はいはい、SPC、うん、千葉優さん、伊勢さん、こんばんは。こんばんは。以下 SPC 流で聞きたいのでどうぞということで。なるほど。伊勢さんがこれ読めるやつじゃないですか、これ。はい、いわゆるウイロウリですかね。うん、伊勢さん、最近よく唱えてる。ね、あの、ゆきさんに今送っていただいたの、すごい文の羅列がありまして、はい、で、これを SPC 風、まあ、ラップ風にやってくれってことなんですかね。なるほど、なるほど。しかもね、なるほど、なるほど。やったところ事故になりますけど大丈夫ですかね。やってよ、じゃあ。やってみる、うん、これね、あの、昨日会社の忘年会があって、うん、やっぱ無茶ぶりで、え、いっす、ラップできるんだったらやってくれよと。やるさ、うん、全然盛り上がったもんだよね。今それとフラッシュバックしそうなんだけど大丈夫かな。はい。いや、でも聞いてくれ、千葉よ、はい、ビートちょうだい。いやいやいや、ワンツーワンツー、今からウイロウリをラップ。うんうん。うん。イエス、拙者親方と申すはお立ち合いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里髪型。ダメですね、一枚これ。やめましょう。ね、M1 だったら最下位ですね、間違いなく。いや、もうこんな長い分、ありがとうございます、ゆきさん。ありがとうございます。あれだね。うん。先生、まあ、3週間前、はい、僕たちはメッセージが一通しか来なかったと話したばっかりですよ。それが。ね。それが今、うん、今だけでもう13通来てますよ。ありがたいね。ありがとうございます。AKB ファンさんも、ゆっ
キーさんもマイさんも皆さん本当にありがとうございます。アッキーさんもね、大一星、うん、ラップで俺言ってみたら。ラップで俺。そうそうそう、ラップで俺ですね。はい、はい、このね、うん、ラップで振られるよくあるわけよ。 ありますよね。俺も社会人やってました。特に多いのが、うん、HY のラップの部分お願いねっていう。 AM11 時とかだよね、とかさ、君と見る海、山川みちゃん、うん、そう、よく振られるんだけど、うんうんうん、俺そんな HY ちゃんと聞いたことないから、 はいはいはい、給食時間と流れてるの聞いたぐらいだから、うん、そう、わかんないみたいな、うん、一歩ずつ登ってく、雰囲気でごまかすやつね。いや、やっぱカラオケって言ったらさ、うん、あれがとても困るんだよ。例えばね、はい、みんなこの歌わかるでしょ、睡蓮か。いや、わからない。わかるでしょ、友達歌えないみたいな。わかるでしょ、キスマイツーフットみたいな。いや、聞いたことないわみたいな。よくあるよくある。いや、でもジャニーズは好きなんですよね。一番今あるのが、エグザイル三代目かなんかの、うんうんうん、ランニングマンし、やるやつ。ああ、流星ですね。うん、そう、3代目やって、うん、ランニングマンしようと思って、うん、ランニングマン何々、ペプシマン的な、うん、分かんない分かんない、どうしようどうしようと思って、うん、みんながやるのに合わせてやるんだけど、うん、何これみたいな。お前の中で MC ハマーと思ってた。そう、ドゥルドゥルドゥル。あのね、だから僕もね、こういうの用意しとかないといけないなとか。いや、本当に、カラオケのやつ、ね。テンプレ的な感じでね、用意したい方がいいよ。うん、で、はい、まあ、ちょっと忘年会の話に戻りまして、うん、で、どういった人たちと会ったかと言いますと、うん、まずね、僕が嬉しかった、ずっと上条美紀さんとお会いしたいなって、はい、一世がずっと上条さん、ね、ずっとね、もうそこ黙っとけ。そこはミッフィーちゃんでお願いしますよね。そう、上条さんに会えてね、はい、僕もちょっとすごく劇に興味があってね、うんうん、ぜひとも次劇見させてくださいって言ったら、まあ、ちょっとね、人見知りなのか、 目はね、うんうん、一回も合わなかったような気もする。はい、あと他には他にはみえみえ、りんりんかんかんさんでしたっけ、パンダかや。何でしたっけ。ちゃんとはっきりしてそこら辺白黒ちゃんとつけよう。うまくないけどね。みえみえ、あゆあゆ、まみまみみたいなね。まあ白黒つかないから。いやね、いろんな方にお会いして、まあ、本当、うん、皆さんやっぱね、うん、優しいですよ。優しいよ本当にね。で、一番あれだったよ、うん、言ったさっき、まーちゃんさんですよ。まーちゃんさん、まーちゃんさん。いやいや、そこパッと思い出してくれ。いや、それが、うん、どうしたんですか。はい、自分たち毎週日曜日にね、うん、ラジオやってますんで、枠8時から、うん、はい、遊びに来てくださいって言ったら、実際、うん、本当に本番5分前に来ていただいてね、はい、後で皆さんあと5分後ぐらいに出てもらうことになると思うんで、ちょっと楽しみにしていただければと思います。はい、でね、うんうんうん、はい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 。でね、いろいろ皆さんに知り合いましたって、ツイキャスの方でユキさんから、はい、鉄ピー忘れてる、かっこ笑ってきていまして、忘れてるわけじゃないんです。わけではない。わけではないんです。ただ思い出さないだけ。いやいや、忘れてるやつ。心の奥にしまっております。しまうなよ。なんでしまったものですか。でもすごいな、気さくな方でしたね、鉄ピーさんもね。本当に、なんかね、うん、やっぱ、ワイワイした感じを。うんうん、ね、だから FM 小座、スタッフの皆さんもね、うん、去年は50から60名ぐらいだったので、うんうん、今年蓋を開けてるのは140名と、まあ、2.数倍ね、うんうん、いて、な、面白かったですよというお話でしたけども、うん、確かに、うん、あんな感じなんだろうなと思ってたんで、今年は特にすごかったみたいだね。ね、多くて、すごく僕たちもこれから頑張っていくぞというようなことで。素晴らしいですね。で、いろいろ今回から、ね、はい、新しいことに挑戦していこうということで、うん、先週ですね、はい、初めてメッセージ送ってくれたリスナーさんにノリで、僕たち初めての方にはラップしてるんですよと、あ、なるほど、お話した初めてメッセージとか送ってくれた人には、うん、その人に対してラップするラップするというね、うんうん、でやった高評価で、あ、意外に それを今日無茶ぶりなりにもやっていこうかなと。そうだ、ね、そうだね、初めて送っていただいた方、所詮ラップグループなんでね、うんうん、まあ、ラップしかできないんです僕たち、僕たちはね、うん、朝起きてラップするしかないんで。朝起きてブレックファーストみたいな感じなんですけど、そう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 、なんで逆にこういった内容でラップしてほしいとか何でもいいんで送っていただければと思います。うん、じゃあちょばゆさん、はい、曲いっちゃいましょうか。はい、ですね、うん、大失敗したライブから、あ、大失敗したライブからね。、はい、SPC 僕とちばゆで歌ってます、うん、Now on Air、俺の名前入れる。なんでお前一人だった。一斉も入れろ、一斉も。
早速千葉よやっぱりよツイキャスで流れてるっぽいな音楽が、あれちゃうんだ、個性すげえって、いや個性じゃないですこれもう天性のものですとかさあでも早く CM 開けてほしいな早く開けてほしい、いやいやいや、でもまー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃんさん、はい、まー、あ、ちゃんさん、まー、あ、ちゃんでまーちゃんでいいわよいいですよ、全然年下なんですから、いやうわー、はじめましてはじめましてですね、改めまして、うん、もう長いんですかちなみに、もうまだ1年経ってないです、半年過ぎたばっか、今年の5月からなんですよ、お姉からず、僕たちと一緒、僕たちと一緒、そうなんですよ、5月1日の放送日が第1回目で、マジか、そうなんですよ、5月真ん中ぐらいからだったんで、あそうなんですね、はい、あじゃあほぼ同期というか、ほぼ同期ですね、同期だ、あなんかね、心強いです、安心ですね、同期コンビです、同期コンビで、ね、よろしくお願いします、今聞いたら聞くことなくなるからなこの時は入ってないんだっけ、今は入ってる、入ってるんだね、あの CM 中だけど、ツイキャスの方には多分聞こえてるんですね、ですね、なるほど、いやでも5月1日というと僕の誕生日の日に、はい、番組始まってぶっ込んできたね、おねえからず、これ運命じゃないですか、ね、ベートーベンかや、そうなんですね、あじゃあ結婚しましょう、いやいや、うん、あ結婚ですか来世、そうですね、こんではもう無理よ、こんでは無理よ、だっていろんな国で、ね、世間体があるでしょ、いやいや私はないけどあなたとじゃあるでしょ、まあ、愛にね、愛にそういった性別とか国境って関係ないと思うしまあうまく乗り切った女の子、いやいやいや、まあうまく逃げたこと、5秒か、あと5秒で開けます、うん、千葉じゃあお願いします、はい、改めまして SPC が第30回お送りしておりますけど、ここで伊勢さん、はいはい、ゲストが来ていただいてるんですね、ありがとうございます、今日のゲストおねえカラーズから、はい、まー、あ、ちゃん、はい、よろしくお願いします、まー、あ、ちゃんやいびん、まー、あ、ちゃんやいびん、はい、よろしくお願いします、ゆたしくにげさびらねえ、あのね皆さん、あの本番始まって今座ってもらったんですけど、はい、CM チームすごい喋る、喋るすごい喋る、負けるな負けるな、ねえ、ふたてんがだってすごいもの、だって語彙力っていうか、もうブラ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 ってもう口か何か出るんじゃないか、すごい今スキャットマンが出ましたね、ね、プチプリパラパラパパパラパパパパってね、スキャットマンでした、スキャットマンだったんだ、やっぱりそうだった、ね、スキャットマンなんですけど、もう流れてくるから私も対抗して頑張らないと、よろしくお願いします、そうそう、まーちゃんさん、この忘年会のですね、そうそう、あのお話しさせていただいて、うんうんうん、そうでしたね、出てきてくれませんか、まあ、社交辞令みたいなこの雰囲気の感じで言ったら本当に来てくれて、はい、これがすごい、そ, す、伊勢さん、それも、はい、着物をお召しになられて、ね、わざわざ着物を、ね、着物を着寒いじゃないですかいやもうイケメンに囲まれてるからね、うん、熱いです、特にハートがあらららら、大事、そこ大事ですね、あら、僕はもうこの時間だからいいですかね、妊娠しそうです、はい、ね、暑さとともに僕は寒気を感じてましたけどもねやだどんだけ本物ですよ、本物ですね、流行語惜しかったですねいや、まあ、ツイキャスの方もすごい今反応が来ていまして、はいはい、せっかくなんでまー、あ、ちゃんさんに呼んでいただきましょう、はい、わかりました、はい、何でもいいで、あじゃあアッキーさんから、うん、まー、あ、ちゃんって、はい、こんばんは、まー、あ、ちゃんです、来てくれましたよ、ゆうきーさん、介護福祉士には見えねえって、あ介護従事者です私はい、ね、まあいいでしょう、ね、ありがとうございます、意外な素性でした、ね、介護従事者だったんですかそうなんです、あらあら、はい、介護しております、ね、はい、僕たちも本当に、忘年会で初めましてということで、全くお互いで、ね、分からない状態ということでね、そうそう、まあ、それが面白いんじゃないかなと思って、じゃあちょっとずつ聞いていく、ね、そうだ ね, いいね、ちょっとずつ、あ、上山さん、はい、下の名前なんていうんですか、いや俺は一世ですから覚えといて、それオッセイじゃないんですか、オッセイオッドセイの役でオッセイじゃないんですか、しかもめっちゃ道出すことないじゃないですか、オッセイすごい上手、すごいっすね、すごい乗ってきてくれた、一石のツッコミ引き出すから、違う、これはテクニックですよ ね、表ネット裏のテクといろいろあるかもしれないですけど、そうですよ、手を使うか口を使うかね、出た出た、すいません、いやもう8時でよかったね、よかったね、よかったよかった、時間帯がね7時だった、危なかったね、危なかった危なかった、でもあるの、まーちゃんさんたちの番組も、はい、このように結構下ネタとか多い感じ、一応オブラートに包んでおります、なるほど、包めてます、そうそうそう、だけどもう
う全然ね、うん、もう想像できる範囲になっちゃうので、もう分かる方には分かるというかね。そうそう。例えば、あ、今日もいい棒を使ってお話ししておりますけど。なるほど。はいはい、はい、ね。それ見立てるんですね。そうなんですよ。そうそうそう。今日も濡れております。外がとか言ってながら。いや、外が、外がって言って。外がって言うんですけどね。私、中の方もよとかって言って。あら、どこなのかしらとかって言ってね。今日、三遊って何たら三遊ピンク着物着ていただいて。着物もつけてらっしゃるしね。そう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 。いつもあれですよ。まっちゃんさんと、あと二人、女性の方が。いますいます。その方は、双子で。一男性の双子、ラムとランで。ラムとラン、はい。忘年会でも歌ってましたね。そうなんですよ。歌ってるあの双子なんですけどね。はいはい。毎週、あ、各週の木曜日ですよね。金曜日ですね。第1、第3金曜日の夕方6時から1時間やっておりまして。そちらもお願いします。はいはいはい。逆に自分たちが行ったらまた雰囲気がすごい飲まれてる。多分もしかしたら、今私一人ですからあれですけど、もう、まあ、囲まれたら多分もう相当もう、あ、イケメソイケメンじゃないです。イケメソが来た。イケメソうんをそうに書いたんですね。クリリソみたいになるみたいな感じですよね。そうそう。イケメソが来たって多分あっちこっち騒ぐ。そうですね。マリリン・マソソソになっちゃいますね。ね、マリリン・マンソンがね、そうなっちゃう感じ。なるほど。私もモンローですけど、何、どうしました？マリリン・モンローですよ、私。はい。前世モンローですから。聞いたことあるよね。うん。茶壇界隈では有名じゃん。有名、有名。ね。はい。まさか伝説を目にしてる。やだ、やめてください。いやいや。ねえ、まあ本当に、ね、アッキーさんから、まあちゃん、次2人でゲスト呼んでみたらと。本当ね、まあ、そうですよ、ね、ぜひ呼んでください、ね、僕たちも。いいですよ、全然来ていただければ、あちこちもまさぐってあげましょう。はい、まさぐって存じ上げましょう。裸になっちゃう。もちろん。なるほど。はい、もう、はい、私がやったみたいな感じで、あちこち出していただいて。CM 単位でだんだん一斉ね。そうだね。ね。肌が見えてるっていう。いいと思います。いいと思います。誰も得しないやつだね。6枚来てるね。めちゃくちゃね。いやいやいや、もう本当にね。やっぱすごい、リスナーさんが愛されてるね。自分たちの時のツイキャスの欄ってもう不動なんですよ、コメント欄。そうなんですね。不動。壊れたのかなと思うぐらいの。それがもう今日バンバン動いてるんで。こうやって動くんだね。嬉しいですよ。動きますよ。マキさんは、出身は沖縄。あ、まっちゃんさん、すみません。あ、私ですか。私沖縄です。沖縄で。沖縄市ですか。出身は沖縄市です。はい。今はないんですけど、はい、パークアベニューの、はい、分かる方いるかな、この奥の方の一番街の近くに、はい、浜田産婦人科ってあったんですって。今駐車場になってるんですけど、あっちの、あっちの病院で生まれました。はい。平成3年の1月の1日に。1月の1日、また忙しい時に生まれましたね、はい。そうなんですよ。で、これ話するとあれなんですけど、はい、うちの母がね、はいはい、ちょうど今時間帯ぐらいに、陣痛を感じて、大晦日の夜に。そうそう。で、それが腹痛と思ったらしくて、で、紅白始まって、はい、で、年越して、はい、で、2回目来たって、はい、それが、あ、陣痛だったんだなっていうことで、その、まあ、その時点で、1回目の時に病院電話入れてたんですけど、はい、そしたらなんか、この火またいで行った時に、なんか、はい、あ、これが本物かもしれないって言って、はい、病院についに行ってたから、はい、もう先生に怒られたみたいな。1回スルーしたんですね。スルーしました。それなので、ね、1月1日の朝に生まれたっていう、はい、そういうあれがあります。すごいですよ、新年とともに。そうなんですよ。当時のヒドネとそんな変わらないとかって話があります。自分も忘れないですね、正月になったら、誕生日だって。そうなんですよ、ね、だけど、あ、また一つ年を重ねるのねって、なんかだん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 、ね、楽しみからね、この哀愁っていうか、憂いに変わっていくのが嫌ですね。どっからかそうなりますよね。そうですね、誕生日っていうのは。もう私がもう多分今24なので、はい、20じゃないな、18ぐらいの時からも哀愁になっていきます。前早くないですか？18からですか？でも甲子園球児が自分たち、ね、年下になってしまったってことがね、感じますね。もう大体こうしても、下から下から出てきた時にね、下から突き上げる。下からこう出てきた時にね、ああ、だんだん私も年間になっていくのね、とか。ああ、もう、で、だけどやっぱりこうやってね、もう若い人たち見たら、あ、まだまだ私も頑張らないとね。まだまだいいよ。はい。で、今、ツイキャスの方でユーキーさんから、はい、まーちゃん平成生まれか、若い時に言いますね。平成生まれです。僕も正直年上と思ってます。
ました、ね、5分前まで、ね、5分前までさっき、そう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 、ね、一応ピチピチな感じであるんですけどね、はいはいはい、でもあのもうないですねこれはね、もうむちゃむちゃしてます、むちゃむちゃ、はい、それはなんか縫ってるんですかムーチーかって話を ね、はい、皆さんムーチービーサイマーかいですからね、楽しみにしておいてくださいとかって話です、ゲットを皆さんご用意くださいということで、はい、でもあれね、あの1月1日、僕5月1日で、おーおー、千葉が12月25日なんですよ。そうなんですよ。なんか皆さんなんかこう何かの日に生まれてますね。ね、本当ですね。はい、あら素晴らしい。で僕の誕生日の時に、まーちゃんのラジオが始まったと。そうなんですよ。ね、第1回目の放送で、そうですよね、その時も着物で、うん、まあ、これと同じ顔柄なんですけど、マーチャンさん着物じゃない時もあるんですか？あります、あの普段はあの忘年会に、ね、あの来られた方わかるんですけど、ちょっとドレッシーな感じで、ドレッシー、ドレッシーな感じで普段は、もうマーチャンさん着物の時しか見てないんで、もう、はい、もう着物ずっとつけてるのかって感じなんですけど、いやいやいや着物全然着ません私、そうなんですか、一応あの興味はあるんですよ、はいはい、趣味ではあるんですけど、うん、なかなか難しいじゃないですか、着る機会も限られてきますし、着物ってないですからね、そうなんですよ、はい、それなので、まあ、そうですね、これからもっとつけていきたいな、はい、で着ていきたいなって思っているんですけど、はい、じゃあ、まあ、俺たちもね、うん、着物ソース始めちゃう、あ、いいと思う、いや、それで冷やし中華始めましたみたいに言ってもラップしてくださったら着物が、なるほど、新しいかもしれないですね、ギャップが生まれて、着物着てラップしたらギャップが生まれて、なるほど、もうインフンじゃった。さすがだな。いいと思う。メシ化してるね、メシ化してるね。いやいやいや、そしたらね、多分ね、はいはい、あ、この人たちってなかなかやるわねって。確かに、ね、規制的な感じになるかもしれないからね。じゃあ、一世、はい、着物買ってこよう。いや、今かい。30分で足りんわ。じゃんけんで負けた人買おうぜ。いや、払える金額じゃないから、どう考えても。絶対勝つ。えちご屋でよろしくお願いします。えちご屋さんで。ね、お世話になります。加賀友禅で、京友禅でお願いしたい。そういう種類が流派的なものがあるんですか。まあそうですね。だいたいそれそういう風になっても100万円わかんない。もう100万円。3桁もいけますよ。加賀友禅とか、あ、迎えに来たのかしらとか。バレましたね。ね、予定通りですね。そうですね。あの、うん、一応加賀友禅と、はいはい、こう京友禅と、はい、あとあの奄美、はい、大島紬ですね。ああ、よく聞きますね。はやっぱり高いです。人の手で折られてるので、ああそうか、一つオーダーメイドっていうか、特注、特注なんですね。99万円まで買えるんですけどね。いや買えるんかい。お前100万いっちゃうと、ちょっとこだわり何だ。100万いっちゃうと。俺が出すよ一万。買ってこいお前じゃ。いいね。素敵。仲いいんですね。いやもう全然 ね、うん、ね、もうラジオ終わった瞬間もう無言ですから、ね、ラジオ終わった瞬間ね、ビジネスパートナー、そうなんですね、やだ、でもそれがカクテルパートナーいいですね、なんか面白くて、はい、でもこうやってでも着物をやっぱりこうやるとこの気持ちがやっぱりね、あ、そういうのありそうですね、と言いますか、やっぱりちょっとピシッとやっぱりなるといいますか、着物っていうか自分たちもあの成人式の時に袴、うんうん、つけるなんかやっぱつけると袴つけてるってことで、うん、なんかビシッとしますよね、うんうん、気持ち的にも、うん、そういうのあるかもしれない、あるある、やっぱ袴はね、なんだろう、このいわゆるその、まあ、らしさというか、はいはい、あのこの潔さだったりとか、うん、勇ましい様子をやっぱやっていたりするんで、うん、やっぱりこのスーツよりかはやっぱり目立つじゃないですか、はい、目立ちますね、やっぱりその分で、あの私も成人式も5年前も迎えるんですけど、はい、その時はやっぱり同級生がやっぱり来てたとしても、はい、なんかそこら辺にいるような、ね、若い人たち変わらないなとかって感じだったんですけど、はい、やっぱ袴着てか再会すると、あ、なんか変わったなって、ビシッとくんがビシッとなってるか、なんか あれちょっと1倍も2倍もなんか大きくなったのかしらねみたいな、いいですね、じゃあコンビニ行く時にも袴つけていこうかな、これからね、じゃないですか、ビシッとしてなんか自分のすごい大人なイメージっていうのは、そういったコンビニとかにも袴じゃなくて着物とかでね行く人って超素敵だと思います。まーちゃんみたいな人とかと、ね、コンビニってもやっぱかっこいいんですよ、そういう人は、はい、着物つけて ね、ちょっとあのポイントカードありますか、ポイントカード、ちょっと待ってください、あります、あります、めっちゃ探してこうガーあります、あります、本当についてます、今何ポイントあります、なんでそんな必死はポイント3つけます、つけてます、つけてます、着物つけてから情緒ある感じで対応してよ、そこはポイント3つけてくださいよ、つけてくださいよみたいな、めっちゃこだわりやしお前ポイント、もう着物つけてるから 5% アップしてちょうだいよとか、逆に、ね、逆に払いますと、逆にね、そういうことは日本の心ですよね、あの心、日本の心、緊張だろ、そうですよ、生きということでよろしくお願いします、はい、じゃあまー、あ、ちゃんは、はい、例えば今クリスマス目前なんですけども、はいはいはい、好きな人っていうとどんなタイプになるんですか。僕は例えば僕はスポーツウーマンが好き、はいはいはい、あ、なるほど、うん、私ですね、実はね、はいはいはい、あのなんて言うんでしょう、素朴な人が好きなんですよ。あ、で、おにぎりが好きなんだな的な感じですか。そうですね、山下清志だろ、まあ、それ絶対すいません、いやいやいや、駒さんにいられませんでした、面白いです、はい、あのね、はい、まあ
なんて言うんでしょう、私一番好きな人って、好きな人っていうか、まあまあ、ちょっと注目してるなって思う人はやっぱ羽生結弦。ああ、なるほど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 。ああいう系が好きなんで、美系の方が好きなんで。あのちょっと薄い感じの、うん、あのシュッとした感じで。そうそうそう。萩野公介さんとかに。萩野公介似てるって言われる。西沢学園。なんか水泳の方に似てるかなと。萩野公介、ちょっと今、グーグルさんで検索中。ね、顔は薄い人って、そこなんですか。顔がいいんですね。なので私、あの、まあ、まあ、この場でですけど、言いますけど、はい、あの、2人、あのタイプです。あ、ありがとうございます。ちょっと25日。開いてる？開けようかな。僕の誕生日なんですけど。あ、おめでとうございます。僕たちもあのライブとかでよく滑るんですよ。羽生くんみたいに。あ、そうなんですね。大丈夫ですよ。ああ、じゃあ一緒に。そう、一緒に、はい、一緒に。はい、うん、ごめん、ちばい、話聞いてなかった。今検索したから。じゃあ一斉もう一回言うよ、はい、うん。僕たちも羽生くんみたいにライブとかでよく滑ってます。あ、リンクと滑るをかけたわけね。そう。やかましいわ。説明させた。2回言わすな、ね、よ。面白い。いや、もうね、ね、まあ、逆に、まーちゃんたちは自分たちなんか聞きたいこととかってあったりしますか、うん、ラップのことでも何でもいいですけど。うん、やっぱりあの私ね、ちらって聞いたんですけど、はい、やっぱりラップやってる方ってすごくこの頭の回転が早い方が多いなってイメージがあるんですよ、ね、はい、なのでその語彙力とかその韻を踏むっていうので、はいはい、まあ、私もたまにこの表現とかっていうのでやっぱりどうしてもね、はい、このやったりとかするんですけど、なんか参考にしてるものとか、参考ですか、なんかね、こういうのがなんか自分たちのなんか、なんかモチベーションになってるものとか、なんかありましたら教えていただけたらなって思うんですけど、じゃあ僕からそのインタビューに答えます感じ。伊勢君なんかそういうのあるの？いや、でもやっぱね、すごいインタビュー形式で今まーちゃんがマイク持っていただいてるので、マイクまさか手持ちするというか初めてのスタイルみたいな。まーちゃんさん、まーちゃんさん、はい、こちらスタジオですが、はい、ただいまですね、一星さんが横に来ていただいたということで、はい、いただいたということで、うん、はい、これご質問に答えていただきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、あ、うん、まあなんつうのかな、一つで十分っていうね、一つで喋りましょうね。いや、 やっぱあの面白い言葉の表現とかっていうのはストックしていこうかなと思います。例えば韻を踏むとかじゃなくて、例えば、外国の、まあ、歌でマザーグースっていう歌があるらしくて、月曜日の子はなんたら、火曜日の子はなんたらとかっていうのを、まあ、リリック、歌詞でなんか面白いようにラップでできないかなとか、さっきのウイロウリもそうですけど、あれも早口言葉で言葉の羅列をララ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 ってでめっちゃ言ってるんで、そこの面白い部分だけ抽出してラップしたら面白いんじゃないかとか、そんなことしか考えてないですね。超喋ったね、うん、僕はね。あ、なるほどなるほど。も多分ね、はい、私たちってよくこうなって話したときね、まあ、ツイキャスご覧の皆さんとかね、私たち番組来てくださる方わかるんですけど、まあ、大体まあ病気の話とかね、老後の話が多いんですよ。あの、やっぱりどうしてもアルツハイマーなってきたねとか、物忘れが多くなってきたねとかね、なんか、で、そうやってこう、ね、言葉を遊んでこんなってやってたら、はい、多分絶対物忘れとかないですよね。あ、そうですか ね, ね。そうだと嬉しいんですけど ね。絶対もう何日何日何があったとか、昨日の夜何食べたとかって覚えてらっしゃいますよね。うん、昨日食べたの覚えてないんですけど。忘れてます。全然効果ないやつ。ね、あ、でもなんかね、ボケなさそうな感じで、いいなと思って。私もね、やっぱりどうしてもね、この年になると、はい、ボケたらどうしようとかね、アルクハイマーとかってよく言うんですけど。アルクハイマー。そうそう。もう散歩歩いたら忘れるとかっていうね。そうそうそう。こういうのがもうね、日常茶飯事だったりするので、もうこうやってね、もう言葉でボロボロボロって喋ってたらね、はいはい、絶対もうボケないだろうな。そういうのもあります。僕たちやっぱラップしてるじゃないですか。うん、まあ、僕たちの間では歩くライマーっていうんですけど、あ、なるほどね。あら、うまい、上手。歩けばね、あの足をあの踏みしめるとともに韻も踏んでいくっていう感じで。よく言うんですよ、あの道路がブーンって音が聞こえたら、はいはい、あ、今のドとレだなってね、よく絶対音感なだけだろ。それ絶対音感。いや、あの、もう、じゃあもう、千葉よりもラップしちゃう。ラップ。まーちゃんもいるし、まーちゃんも入ってきてもいいし。あ、はい、そうだね、じゃあ。はい、じゃあ何かあれば、じゃあ俺がボイスパック。いやいやいや、じゃあ俺がやろうかな。すごい、はい、あーはーはー。で、今日スペシャルゲストまーちゃんでよろしくお願いします。あ
いや、まさかのゲストが来たまーちゃん。こっから俺はテンション上げてこう来ている。今日まーちゃんは着物。いや、俺だけなんかさっきからのけものみたいな感じで、この人けだものとか言ってるけれども、襲われないように注意してくださいって言ってるアッキーさんが、こっからみんなが参加。上から二酸化炭素が降ってきた。酸素ちょうだい。まーちゃんもラップやってみようか。挑戦しますか。さあさあ、はいや、はいや、いや、さあさあ、さあさあ、うりさあさあ、さあさあ、終わり。イェーイ。ここで CM。私、サランラップしかやったことない。本当に。ね、いや、もう、入り口立ってますよ。もう入り口今日から。今日から。そうですか、はい、もうね、こう、綺麗に、パッて切れるのでね、うん、上等だな。ラップの話ですか、まさか。そっちのラップの話。そうですよ、そうです。ね、いやなんかね、まだ全然、まーちゃんのいいとこ引き出せてない気がするね、いやいやいやね。いやいやいや、うん、お、モンチッチさんかも来てね。モンチッチさん。大忘年会楽しかったです。うん、生でラジオ聞けてよかったです。時間もないのでキャス失礼しますの方が、まあ、ツイキャスで書いてるからツイキャス見てくれてるのかな。ねえ、ありがたい ね。あ、この実はモンチッチさん先週聞いていただいて、はい、で、僕たち初めて聞く人にはラップをお届けしますということで、モンチッチさんに対してラップをしたんですけど、うん、思いのほかすごい好評 で、でこれを定番化していこうと。そうだね、そうなりまして。なるほどなるほど、初めて送ってきてくれた人にラップです、またの、うん、ラップで。あでね、あのアッキーさんから来てよ、千葉よ、はい、今日のは最高っす。今日のは最高です。今日のはね、のは限定ですから ね。今日からにしてね、今日からね、今日から一歩一歩やっぱこれ ね、まーちゃん効果だよ。いやいやいや、ありがとうございます。もう FM 小座の皆さんのおかげです、本当に。ありがとうございます。いやいやいや、感謝感謝の、ね、でも嬉しいね、同世代が同じ時期にラジオを始めてゲストに ね来ていただくってことで、ね、しかもこんなイケメンで。まあ、なんていう、ね、本番始まってもう一回言ってもらっていいですか。最速するの。最速までして、素晴らしい。なんか演技とかやってるんですか。はい、演技みたいな。少しやってました。はい、今でもあのたまに、はい、友情出演みたいな感じで。はい、こんばんは。30回 SPC がなんですけど、今日は特別ゲストでまーちゃんさんが来てくれてます。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、もう記念すべき30回っていうね、時にね、僕と第1回目から言ってましたもん。30回目はまーちゃん呼ぶ。そうそうそう、言ってたもん、ね、夢叶いました。はい、私聞いてないね。私聞いてないよ。オファーは先日公表しましたけど。もう今日最終回でもいいぐらいだね。もうね、本当に胸いっぱいですよ。はい、いや、もう CM 中もいろいろ話してたけどね、うん、この同世代が同じ時期にラジオ始めるっていう、ね、この偶然もすごいですよね。そうそう、またこんなに素敵なイケメンさんがね、やってるって言ってね。もう一回いいですか。今マイクトラブルで。いやね、本当にこうやってね、もうやってて、でいろんな番組あるじゃないですか。ありますよね。そう、なんかラップっていうのが私にとってすごく新鮮で、はい、 確かに、うん、あまりね、このラジオでも聞いたことがないので、うん、独特だな、さすが音楽の街だなっていうなんか感じがしまして、って言ってるんですけど、あんまラップ色出してないですよ。そうだ、ね、今日出してる方だね。今日は出してる、今日出してる方。そうなんですね。でもすごいなんかこのノリがいいというか、最初ね、なんかあのごめんなさいね、なんかこんなこと言ってしまったあれなんですけど、最初なんか初めて聞いた時ってなんかざわざわしていて、なんかうるさいねみたいな感じのイメージあったんですよ。だけどだんだんだんそのラップをやってる方とかといろいろ交流、はい、つなげていって移動で話してた、なんやっぱり頭の回転がやっぱりすごいと言いますか、いろいろこの観察してたりとか、こう見たままをこう言葉にして喋るっていうのですごいなって、ね、それがなんかすごい観察眼だとか見る目だったりとかって問われてくるってことで、あ、なんか人間性が高められるなんかこのねジャンルなんだなとかって思って、なんか勉強になりました、すごく。こちらこそ勉強になりました。いやいやいや、ね、1000円もらう？褒めていただいて。あ、いいんですか？ありがとうございます。じゃあこちらの方に入れていただいて。胸の方に。いや、いつもこのめっちゃ笑う。チップチップで。めっちゃ笑うね。まーちゃんの部屋だね。それはもうね。
もうね、大変、もうやだ。これ本当にフルメンバー揃ったらどんな番組になるかってね、面白そうですね。すごい元気な感じだね。他にいらっしゃるんですか？あ、いや、あの、このまーちゃんの番組。あーね、私の番組でしょ、ね、ぜひ来ていただけたら多分もうあっちこっち触られてね、濡れて帰ることになると思いますよ。今日の雨のように。瞳を濡らすかもしれない。お腹にはちょっとジャンプとか分厚い方がいいところです。喧嘩しに行くんじゃないんだからさ、ジャンプ入れてってね。いやー、もう、ね、もう、いや、本当にね。ねー、でさっきちょっと聞いたら、はい、劇も少しやってたよってことですよね。そうなんですか。はいはい、あの、演劇をの経験が少しありまして、はいはい、で、させてもらってたんですね、はい、それでやっぱりこの言葉の表現だとか、はいはい、その、この、なんて言うんです、まあ私の場合、まあこういう感じなので、まあお年寄りの役が多かったりとかするんです。おばあちゃんの役だとか、そういうので、で、その時このどういう風にしてそれを演じるかとか、で、またそのこと、言葉に対してどのようにまたこの強弱をつけるかっていうところで、また勉強にさせてもらったりとか、やっぱりこの、まあ音楽でもそうなんですけど、やっぱりその時代背景とかっていうんですか、そういうのもやっぱ取り入れていきながらとかって、いろいろそういうので。本当すごいですよね。ただ文章があったら朗読とか読むだけだと頭の中で読めばいいだけなんですけど、劇ってあると、ただ例えばまーちゃんさんみたいにこのおばあちゃん役、だおばあちゃんの声の出し方をまず学ばないといけないし、あとこの見るのもあるじゃないですか、声だけじゃなくて、だからその立ち振る舞いとかもやっていかないとか、演劇はすごいですね。僕も劇やりたいんですよ実は。ああ、そうですか。今年の目標だったんですけど、まあ今年はラジオが夢かなって、 あとラップでイベントやるって夢かなって、はい、一番最後にまーちゃんと会うってこと夢かなったんで、ね、って3つかなっちゃったからね。じゃあもう3つかなったらもう召されたらいいんじゃないですか。我が生涯一戦の日なんじゃないですよ。あ、失礼いたしました。もう召される時期かなとかって私の方でしたね。いやいや、あ、すいません。まあ先ほどね、このおばあちゃんの役っても言ってたんですけど、はい、やっぱりこのおばあちゃんやるにしても、はい、普通にこんな人やったらおばあちゃんならないですよね。あ、そうそう、どんな風にやるんですか。要するにちょっと、ね、この下をですね、ちょっと巻くと言いますか、ちょっとおちょぼ口にするんですね。そしてだんだん口をこう、こもらせるような形にしていって、はいはい、だんだんこんな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 ってなっていって、それで少しね、こんなごわしって喋って、はいはい、ゆっくりになるわけですよ。なるほど、はい、そうしたらね、少しごわこんなしてやって、はい、それ沖縄のおばあだったら、はい、もごもごしてたりと、はい、入れ歯だったりしますから、これが外れるかなとかっていう、これもこんなって言って。なるほど。はい、あんたたちは若いね。上等であるさ、はいはいはい、ってこうなるわけですよ。そうそうそう。Facebook。そう、Facebook って、Facebook。Facebook。うん、はい、はい。そうそうそう。アイスワーダーね。アイスワーダーですよ。はいはい。おばあちゃんの役とかともぴったりだね。まあちゃんにぴったり。もうこういう感じで。うん、もう、うん、そう、染みついてますからね。やっぱりこの、お年寄りの環境で育ったものですから。はい、あ、それは強いかもしれないですね。そうなんですよ。そう、おじいちゃん子、はいはい、おばあちゃん子で、周りもおじいちゃんおばあちゃんで、うん、で、やっぱりこの若い人たちっていうか同級生とやっぱこうやって会う話するとか、はい、うん、なかったんですね、機会が。 あ、あったとしてもやっぱりこう話が合わないから、うん、そう今でもなんですけど、やっぱりこの一つぐらい、まあ、一回りとか二回り上の人たちとだったらね、よく話とかやったりするんですけど、でも大体もその下ぐらいになってくると、ああそうなんだねって、逆に私の方が勉強になったりとかして、でもその経験があるからおばあちゃん役とかもできてるってことですよね。確かにね。まあね、まあそういう、そういうなっていただけたらね、嬉しいなと思ってます。なんかおばあちゃん役はすごい普段の喋り方でイメージできるんですけど、はいはいはい、もう全く別のキャラとかも演じたことあるんですか。あ、私に合うのかな。あ、ね、一応男の子の役で、うん、このなんていうの、まあ、武士というか侍をやったことあるんですけど、まあもうこのシリアスな場面でですね、うん、やった時にこうどうしても刀のこう持ってこうってやった時にですね、はいはいはい、どうしてもその最後締める時に小指が立ったんですね。そうそう、出ちゃう、出ちゃう、出ちゃったっていうね。それでやった時にこれが一気になんかざわ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 みたいな、あれあれ、そうそうそう、はい、で終わった時に小指立ってたねとかって、無意識なんですよ。でもすごいですよ、観客も見ている演者の方が特に見ている、あの小さいこの本当に近距離のところだったんで、そうなんですよ、でやった時こうやって、はい、でまた大きいスクリーンにも映し出されてたりとかしたんで、こうってやって、あ、できたと思ってやった時、最後にこう気に入ったんでしょうね、こうパッてって、あらみたいな、あらみたいな、でこれをやった瞬間こうしてしまったんですね。もう完璧に手を口に当ててしまって、そうそうそう、ワンツーパンチじゃないですか。もう
これがね、はい、もう致命的だったっていう。はい、そうそうそう。最後最後まで気抜けないですね。そうですね。はあ、もう、はい、なので、あ、男の子にね、男の子の人いいなって思いました。うん、そういやでも逆にね、女の人とかできないからね、俺ね。ね、やってみたいね、自分たちはそういった劇とか。またまっちゃんさん、あるんですか、今後また劇をやること。あ、そうですね、また依頼とかそういうのがあればちょこちょこできたらいいなと思っているんですけど、うん、気になりますね。気になります。まー、あ、まあ、ちゃんのこの指ね、小指を注目して僕たち見てくるんでそこだけかい、そこだけ全部見てくれ、小指立ってないか、今立ってない、小指見てくれや、才能も全部含めて、ねね、見てちょうだいよ、小指見ながらね、あちらの方も立たないようにしていただけたらね。ピンピン。はい、よろしくお願いします。まず、もうちょっと時間的にも最後になるかと思うんですけど、はいはいはい、何か伝えたいこととかってありますか？そうですね。じゃあいいですか？お願いします。まあ、先ほどね、こうやって忘年会の話もやったんですけどね、はいはい、皆さん来ていただいた方、本当にありがとうございました。私もね、忘年会に参加して、で、またこうやっていろいろね、ダンスしたり、歌を歌ったりとかって、私たちグループがやって、で、こうやって、出会いがまたできて生まれて、ね、こうやってね、うん、乱入する形になってしまいましたけれども、ね、またこうやって30回っていう記念にまたね、こうやってね、来ることができて、本当に嬉しく光栄に思っております。はい、ありがとうございます。またあのね、第1第3金曜日なんですけど、はい、またオネカラーズのちむどんどんラジオっていう番組もですね、またこうやって、はい、パワーアップしながらまた頑張っていきますんで、うん、はい、ぜひですね、応援のほどよろしくお願いしたいなって思っております。はい、で、またよければ、はい、皆さんもぜひとも来ていただけたら、乱入してこう、ね、乱入、いらっしゃいませ、はい、ぜひぜひ、本当にジャンプ仕込んでから、ジャンプ仕込んで後ろにはマガジン ね、それでもういっぱいね、はい、濡らして、濡らしてはい、汚して、はい、帰っていただけたらなって思っておりますので、はい、楽しみだね、はい、楽しみにしております。はい、本当にまーちゃんさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日のゲストおねえからーずよりまーちゃんさんでした。はい、ありがとうございました。どうも。はい、じゃあ曲いきます。はい、パモダでウーベイビーです。はい、はい、お聞きいただいたのはパモジャでオーベイビーでした。ということで、すごいパワーでしたね。いやー、まー、あ、ちゃんすごかったね。すごかったね、圧倒されて。帰りにね、うん、私たちの番組は下ネタをいつもオブラートに包んでるよと言ってくれたんですけどね、はいはい、今日喋ったかに全然包んでないっていう、ね、包まれて破けた状態で ね、もう狐に包まれたような感じですけど、僕がつままれたね。つままれた。エンディング、はい、エンディングいきましょう。
ということで伊勢さん、今日は面白い一日でしたね。はいはい、いやいやいや、もうね、日曜日最後の日でね、うん、明日頑張るぞという活力が出ましたよ。あるか。あるある。すごいですね。でもね、うん、頑張ろうってなりました。30回目でこういう忘年会もしていろんな経験させていただいて、うん、そうですね、で日曜日まーちゃんさんが来てくれて、でやっぱまーちゃんすごいからさ、はい、もうコメントがもう殺到殺到。じゃ最後に来てくれた方呼んでます、呼んじゃってください、じゃあタロスケさんから、はい、忘年会みんなに会えて最高でしたよ、はい、まーちゃんお疲れと。お疲れ様です、うん、でアッキーさんがお姉カラーも3人でラップやったら楽しいかもってね、絶対なんか色があって面白いよね、うん、ね、うん、なんかね逆に自分たちがラップっていうと、うん、ちょっと様になってる風、ただの風だからね、てかもうなんかありきたりな感じになっちゃうからね、そうそう、逆にそれまー、あ、ちゃんさんとか、うん、おねえカラーズの方々やっていただいたら面白いかもしれないですね。 お疲れ様です。まー、あ、ちゃんありがとう、ありがとうございます。すごい笑顔で笑い声が聞こえそうなぐらいの、ね、本当にね。ありがとうございました。本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。僕たちもラップ頑張ります。いや、この負けないようにね。なんこれはそれはサランラップです。あ、サラン、はい、よく気づいた。はい、まーちゃんさん、大体包みたいんですね。下ネタも、ラップも。包みたがりなんですね。ね、肩を、ね、なんだそりゃ。もうわからんわ。まかれなじゃない、まかれな。そういうことかな。いや、ありがとうございました。本当にまーちゃんさんね。皆さんも今日ちょっとびっくりしたんじゃないですかね。うん、急に、本当に急に。はい、ゲストを呼んでいただいてということで。はい。で、僕たちも本当に負けないように。うん、今日お話した同世代っていうことでね、うんうん、知れたんで、まーちゃんも劇も頑張っていきたい、ラジオも頑張っていきたい、うん、いろんな方向で頑張っていきたいとおっしゃっていたんで、はいはい、僕たちもね、ラップだったり、はい、劇だったり、落語だったりね。落語だったり、めっちゃあるの、お前何になりたいの。何か宇宙飛行士とかになりたいとか言わないでしょ。人間の形をした何かになりたい。いや、お前もう人間から下脱しようとしてるし。ダメ。ダメか、人間でね、行きましょうか。そこ止まっといて、人型でお願いします。うん、じゃあ、お知らせとかは特にないかな。また来週もメッセージ、これぐらいも、これ以上に、ね、来ていただきたい。今日、もう、まーちゃんに乗っかるようで悪いんですが、もう今日聞いていただいた方、はい、来週もあいうえおだけでいいんで、も送ってください。本当に何でもいいんで、はい、50音どれかピックアップしてね。マミムメもは言いにくいんだよね。なんでマミムメもダメなの。はい、ね、伊勢さんメッセージアドレスの方もう一度読んでみましょうか。最後にメッセージアドレスの方が761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp になります。はい、ツイッターもやっております。ツイッター SPC アンダーバー沖縄、すべて小文字で、はい、SPC アンダーバー OKINAWA になります。よろしくお願いします。どんどんチェックしてください。どうですか、来週はもう頑張るってことで、どんな感じできたいですか。来週はですね、はい、頑張るぞ。それだけ語彙力。アドリブに弱い。やっぱ語彙力ない。ね、それでは SPC から、はい、一斉でした。千葉優でした。あと3人いたら SPC でした。また来週も聞いてください。ありがとうございました。ありがとう。